美香だよ。梅田美香です。さあ、ママテレチルドレンの皆さん、夏休みは楽しんでますか？おお、分かってる。夏休みの宿題でしょ。終わってない方必見。今日は美香ママがその終わってない子どもちゃんたち、それでなくても美香ママと楽しみたいっていうママテレチルドレンのみんなと、なんと楽しいことをしたいと思いますので、よくチェックしてください。でも大丈夫、 YouTube っていう今すっごいなんかね、すんごい動画があるらしいの。だから見逃した人もその YouTube ですんごい動画でチェックしてください。じゃあそれでは行くよ、レッツラゴー。こんにちは。こんにちは。はじめまして、梅田美香と言います。今日は楽しいことを教えてくださるということでやってまいりました。はい、何を教えてくださいますか？はい、今日は紙粘土で板に絵を作りたいと思います。ほら、ママテレチルドレンの皆さん、夏休みの工作にぴったりの何です？粘土で板絵。これをみんなと一緒に作っていきたいと思います。いろいろと教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回教えていただくのはアトリエ F デーの山崎春子先生です。春子先生はこちらのアトリエで子どもたちに絵画や工作を教えています。子どもたちの自由な発想を大切にしながら、アートの世界の素晴らしさを伝えています。じゃあそれでは始めていきたいと思います。まず春子先生、何をすればいいですか？まずは、貼りたい、使いたい板の大きさと、だいたい同じ大きさの紙に下書きをしていこうと思います。下書き。春子先生のこれ、もしかして私？フラミンゴです。今日の私？あの夏の思い出ということで、なるほど、フェニックス自然動物園に行ってフラミンゴを見たよっていう思い出で作ってみました。なるほど。なんかじゃあ本当夏休みの思い出ということで、絵日記みたいな感じですね。ちっちゃいお子さんは絵日記、はい、思い出。じゃあ私もこの紙に書き留めていきたいと思います。はい、見届け人お願いします。はい、はい、ということで私は一体何を書いたでしょうか？完成をお楽しみに。はい、じゃあこれを、はい、粘土です。粘土をどのくらいでもいいです。ちょっと粘土とか使うの形大きいんで、これ全部いってみましょうか。こんなに贅沢に、はい、こんなによくこねてください。ひび割れしてくるんで。こねる、はい、粘土を選ぶときにはパッケージに収縮率が少ないって書いてあるものを選んだり、はい、それか普通の紙粘土を使う場合はよくこねてから使うとひび割れしにくいです。なるほど。こういう作業もすごく楽しい。そうですよね、気持ちいいですよ ね。でもなんか子供とこうやってなんだかんだって言いながらこうやるのも、なんか戻りたいなあの頃に。やんでないですよ。はい、はい、どのくらい込みましょう？いいと思います。はい、粘土を薄く伸ばすときにはあんまり紙みたいに薄く伸ばしすぎると、乾いたときに反ってきちゃうので、はい、ある程度の厚みは欲しいです。わかりました。子どもの発想力ってすごいですよね。そうですね、もう本当ピュアですよね。なんか大人になるとなんか全部お金に変えようとしちゃうじゃないですかでもなんか子どもって本当純粋でなんか私もこういうのが成功したらビジネスにしたいなって思っちゃうんですよ。すぐなんか縁がちらつく。私の目縁になってません？大丈夫です。大丈夫です。なった時教えてくださいね。すぐ注意されるから。形が決まったら粘土が崩れないようにヘラなどで剥がして粘土の裏側にボンドを塗り板に貼り付けます。見たい？どうします？見せます？どうしましょう、ね、なんかね見せるっていうのもそんな簡単にねだって春子先生がどうしましょうって言ったからそんな成り立つ話ですよね。でもね、可愛いママテレのチルドレンのために、ね、ですね、見せましょうか。はい、こういう仕上がりです。さあ何ができるかはお楽しみですよ。さあここから次の工程に行きたいと思います。はい、続いて色を塗っていきます。じゃあちょっと塗ってみていいですか？あ、いい感じ。いいかもしれない。ちょっとお水足しましょうか。もっと、でもよく混ぜて。はい、はい、じゃあ こんな水っぽくていいんです？うん、大丈夫です。
いいな、先生みたいな素敵な先生がそばにいてくれたら私今頃芸術家になれたかもしれないです。もう私の大好きな色ばっかり作る、こねる、塗る、楽しいですね。あ、ラコ先生、はい、本当はあのこの紙粘土を乾いて1日乾かして色を塗った方がいいんですよね。そうですね、だいたい1日ぐらいで表面は乾くんで、それから色をつけた方が塗りやすいかな。塗りやすいんですよね、はい、おー、よーし、できた。ほら、みんなの目が完成しました。じゃーん、出来上がりました。また本当は、これにニスを塗った方がいいんですよね。そうですね、水彩絵の具で塗った時は、うん、ニスを塗った方が作品の持ちが良くなります。はあ、光沢も出てね、うんうん、ただちょっと私も学校が始まっちゃいますので今日はこのまんまで出していただきたいと思います。さあ、これの意味は今聞きたいです、はい、なぜこれにしたか、まあ、皆さん分かりますよね、これ何ですか。唇、唇、今皆さんマスク生活ですよ私はずっとこの2年間ぐらいこのコロナになって言ってるんです。みんなの笑顔が見たい、みんなの表情が見たいって言ってるので、いつかこういう笑った姿を見たいなと思いこれを作ってみました。みんなこんな笑顔が見たいですよね、表情が見たいということです。あ、絶対泣いてる絶対泣いてるはい、はい、梅田美香の作品です。さあ、春子先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。というよりも楽しかったんですけど、本当に簡単にな手順でやれる工作で私ちょっとびっくりしました。そうですね、うん、簡単なんでぜひ小さいお子さんから大人まで皆さんでやってもらいたいなと思います、ね、で仕上がったらそれを何だろう、壁掛けにしたり、うん、それこそあの遠くに住んでるおじいちゃんおばあちゃんにっていう贈り物でもなんか素敵。あ、いいですね、うん、私もあの104歳のおばあちゃんがいるので全然会えないので、この笑顔を送りたいなと思ってます。はい、よかったです。はい、ぜひまたいろいろ教えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ママテレチルドレンの皆さん、今日はこういった笑顔をテーマ、みんなの笑顔を見たいというテーマに私はやらさせていただきました。こういうマスクがいつの日か外してみんなの笑顔が見たいと思います。こんなんでやらせていただいてもらいましたさあ、夏はまだまだ続きます。暑い夏でもみんな暑さに負けないでさあ、ママテレまだまだ続くよ。じゃあね、バイバイ。さあ、ママテレでは我が子自慢の写真動画をたくさんお寄せいただいております。はい、今日はお写真を2枚ご紹介したいと思います、はい、まずはこちらのお写真です。ちーママさんからです。孫5人です。わー、かわいい。唯一の姫はお兄ちゃん2人といとこ2人に揉まれながらたくましさが増している今日この頃です。孫盛り頑張りますということで、これは孫盛りも体力がいりますわ ね、 ね、本当だ。あ、でもかわいい、お揃いが素敵、お揃いしちゃってね。本当このこういう写真貴重ですよね。貴重、成長をこれ毎年このポーズでみんなお揃いで撮っていくといいライブラリーになるかもしれない。いいですよ、ね、なかなか撮れないんですよね。誰かがこう立ち上がったりする、増えていったりとか、お孫さんが、ね、素敵なお写真です。ありがとうございました。体力いると思いますけど孫盛り頑張ってくださいね。さあ、続いてはこちらの写真です。あかねさんです。あ、いい笑顔。いつも番組楽しく見ています。楽しい話題やいろんな情報ありがとうございます。小玉アナとのツーショット笑顔です。ということでね、ちょっとなんか後ろに間違った映像が流れて、ありがとうございます。間抜けな顔に喜んでいただいて感謝です。すいません。まるで一緒の笑顔ですよね、後ろの方と。いやいや、全然違いますよ全然違う、ヤッホーみたいな顔お子さん可愛いから、かわいいな。奇跡のショットですね。本当ですね。ありがたいです。すみません。小玉さん、あんまり映り込まないようにしていただきたい。本当ですよ。注意するように言っときます。でもこういう車とかに、何、家の中でこう
ゴギゴギ乗ってる時が一番可愛いね。可愛いですね。あれで足踏まれるんだよね。結構痛いんだよね。踏まれます。で乗りこなしてくるとドリフトしたりする。急にね。そうそう、キューンってするんですよ、うん。台所のところで滑ったりとかね、するよね。ガチャガチャと。いいな。ママテレでご紹介させていただきました写真動画には、UMK ママテレ特製のクオカードを差し上げます。 UMK アプリから簡単に投稿することができます。たくさんの我が子自慢お寄せください。お待ちしております。さあ今日はお盆にふさわしいお墓の話題でしたけど、ミカちゃんなら何層がいい？だって宇宙層もあるんだから自分でクリエイトしてもいいんじゃない？私すごくラグジュアリー層にしたいです。ラグジュアリー層そうですね。あ、豪華な感じ。なんか本当にスワロフスキーみたいな。スワロフスキー、ね、あら間違った全然間違ってる、全編間違ってるけど、なんでだろう。あ、でもキラキラしたいの。そう、なんかもう梅田美香の生きた証で、ここまでこの人しつこいなっていうぐらいしてほしいね。すごいですね。それもなんかあるかもね。あるですよね、うん、原色とかもキラキラキラってしてね、本当うるさいっていうぐらい。墓石を全部このキラキラの石で埋める。あ、すごい。よくないですよ、ね、夜も光ってるのそこが。カブトムシがいっぱい来るのね。虫も歓迎。虫も歓迎。ウェルカムですか。ウェルカム、面白い。マミちゃんはどう？わあ、なんでしょうね。私でも本当樹木層惹かれました、ね。緑にすごく吸い寄せられる感じはちょっとお写真見てあったので、理想だなって。ちょっと榎木田さんの今日の緑のシャツに私も吸い寄せられそうな。これ樹木層じゃないですよ。違う。そういうこと。おしゃれなつもりで来てるんですけど。もちろんです。ね。でも私なんかやっぱ海に散骨とか憧れます。やっぱもう海で育ってるんで、やっぱりカツオかマグロと一緒にずっと泳いでいきたいみたいなね。止まらないっていうね、死んでも死んでも止まらない。誰も止められないですね。誰も止められない。亡くなってからもね、釣られるもんか。乗り移るんです、カツオとかマグロに。乗り移る、ね、ちっちゃい私がこう乗るんです。カツオとかも乗るんですか、カツオって。ポニョみたいになってますけど。釣られないように誘導するんです、みんなを。そうなんですね、なんか支配してそう。最後は海の王になるんです。なってそう。何を目指してるんですか。まあでもやっぱりこういうお墓の話題ってどうしても暗くなりがちだけど、まあ元気なうちにね、家族でいろいろ話しておくといいかもしれないですね。確かに大切なことだと思います。それがね、しまい方、自分のしまい方にもつながるかもしれないですね。はい、また新しいラグジュアリー層ってどなたか検討していただければ幸いです。目覚めかのためにいいと思います。ではまたママテレ次回元気にお会いしたいと思います。また次回です。さよなら。バイバイ。石が光るね。そう、すごいですね。なんか新しいですね。